誰が一番強いのか、お前らに教えてやら。今回は今日10月27日のカード追加で登場した猛角やアンコモンにしては知名度の高い人物やらな。スペックは歴代カードでも最弱クラスのミコスト5、3、3復活。ただかなり独自性のある計略を持ってるよ。四季6で基本武力プラス3、撤退しても効果が続き撤退するごとに武力が3ずつ上がるんや。使った直後の状態だと武力8でようやくコスト相応だけど、効果時間は永続だから撤退させた数だけ3の倍数で武力が上がっていくよ。復活だ。痛い、お姉ちゃん。このカードを使ってみたポイントとしては、序盤はなあなあでグダグダな展開に持ち込めれば有利、ダメ系には強いこと演算されると終了するから注意やな。見せてやるぜ。この猛角様は転んでもただじゃ起きんぞ。どこまでも戦場を駆け抜ける。もっと特訓しよう。蹴る、蹴る、蹴る。ぶっ放せ。嘘だろ。巣立ちの時です。ぶっ放せ。強くなって。ぶっ放せ。ジーフレの計略は速度 1.4 が撤退時間マイナス20秒や効果時間も20カウントあるし、猛角の制圧弾ありとこも含めて相性抜群のコンボになるで。ここは芸歴をもらいに行って武力を上げに行くわ。では霊珠を持って命ずる。自害しろ、ランサー。初日や言うのに相手に気づいとるな。自信があるんだね。おりゃ、かける。だ、騙された。巣立ちの時です。任務了解。私が戦況を変える。もっと特訓しよう。ぶっ放せ。
痛い。お姉ちゃん。おりゃ、この嘆きの戦は伊達ではないぞ。嫁さんにかっこいいとこ見せなきゃな。ぶっ放せ、言うこと聞きなさいってら。このうわっ、どっ強くなって復活だ。うわうわ、かける。うわ、かける。もっと特訓しよう。おりゃ、キリの一撃でもことをなせるのです。ゾウさん、一緒に敵ぶっ飛ばすぞ。散るわけには。ぶっ放せ。金星やから再起ずらししようとしとるけど、連回使われたの完全に忘れとるやん。お相手様には本当に申し訳ない。お姉ちゃん、ご視聴ありがとうございました。3試合目は無編集の試合になります。
逃げられる
わけないでしょ。行け、フォーム解放。かばしてやろうぜ。こんな死をペロリと平らげてやるわ。お疲れ様です。私に何をするのです。
ムクロの命を糧にして極彩の花は咲き誇る。かけっだ、倒された。強くなって復活だ。甘く見たかったが、ムクロの命を糧にして極彩の花は咲き誇る。かける。かける。変えたいんです、この嘆きの上。飛び散る赤はうるさいとこ嫌い。もっかいもっかい、やってやろうじゃねえか。ことをなせるのです嫌い。